蜀の突然の侵攻は五色の利官を狙う葬儀の謀略だった。陸遜ら少子はその感知を打ち破ると魏の先兵を撃退する。劉備と孫権はその命を新たにし打倒葬儀を誓い合った。かくして後方に何らの憂いもなし。孫権は間を置かず中原攻略の大規模な戦線を展開する。孫権は劉備の軍と連合し高架から北進、孫策らは樹春から魏の防衛線を破りつつ徐南での合流を目指す。この時大将小将らもそれぞれの夫の身を案じて従軍を決意。孫権の軍に合流し孫策や周瑜らの待つ徐南へと向かった。そこへ孫吾の結集を阻止すべく葬儀の軍が奇襲を仕掛ける。大将小将孫昌公連氏が今臨前と深夜の戦場に立つ。合流するのは致命、向こうはその前に打ち払いたいはずだ。そっか、じゃあ他の道を進むのは。これは一気呵成に巨匠までを狙う電撃戦、最短距離を最速でかけねばならん。ふーん、なら戦うしかないってことね。でも玄徳様たちはまだ着かないわよね。蜀軍の体制を整えてから進むって言ってたし。うん、つまり我々は貨幣だ。危険は承知だが今は進むしかあるまい。兄様きっとびっくりするわよ。私たち結構いけるんだからね。小京、うん、早く周瑜様のとこに行かなきゃ。みんな張り切っていこう。この地を駆け抜け、ジョナンを目指す。みんな、足を止めるな。周瑜様に会いたいな。邪魔する敵なんかやっつけちゃうんだから。よいしょ。ご婦人方が相手でも、戦場は戦場。超文言。相手捕まつ。これはいつになく華やかな戦ですね。私もより華麗に参りましょう。これこそ光明の戦い。やはり兵を仕留めていたか。奴らを倒さねば先へは進めるか。なんと五の将だというのか。このような恐ろしいものが。今私のことバカにしたでしょ。すごく強いと言わせちゃうもんね。よし、周囲の敵は退けたな。急いで山を下るぞ。
しょ。そんなバカなの聞いてはダメな。でも珍しい動物見たいの。可愛かったら連れて帰っちゃおうよ。よかったね。悪い子たちはもうどっか行ったよ。私にくれるの？ありがとう。ここは行き止まりか。どうにか道を作れないだろうか。その勢い誰にも止められますまい。このお盆ソフト、厳正なる勝負。鉄管たちも思うなよ。受けよ。道ができたか。よし、進軍を続けるぞ。どこかに気の緩みがあったか。突出すればどうなるか身をもって知るがいい。先ほどのように道を作れればよいのだが。超伝魔魔の知力試させてもらおうか。
かれては面倒だな。奴が追いつく前にここを抜けなくては。よし、山を抜けられたか。あとはここで敵の追撃部隊を打ち払うぞ。鮮やかなお手並みですね。お見事です。その勢い誰にも止められますまい。突出すればどうなるか身をもって知るがいい。